世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。第1マッチの第1ゲームはガイナ差がつきました。11対2で日本ペイントマレッツのフォン・シャンのペアが取っています。こちらサイド長身が麻生玲奈、そして左には森さくらです。第2ゲーム森のサービス、日本生命まず最初にポイントを取ったのはこの元気印の2人、森麻生のペアです。さあこの第1ゲームと第2ゲームの間にどう修正をしてくるんでしょうか。続けて2ポイントを取っています。まあ、ですから短い本当に時間の間のこう修正になりますよね。そうですね。まあ、そして前半のこう6本過ぎたあたりまでどういうふうにこう展開をするかというところもこう注目したいですね。はい、今伊藤さんのお話の中には6本というところがありましたが、まず始まって3ポイント連続して日本生命がここは第2ゲーム取っています。このままいけるかというところですね。まあ、4-2、5-1、6-0、はい、どういうふうになるのかですね。ここ決めた。素晴らしいレシーブ決めていきました。私ちょっと思ったのが、はい、チキータがあまりこう展開良くなかったので、はい、突っつきやストップで行った方がと思っていたんですけども、はい、本当強気ですね。さあ今度は麻生、どうなんでしょう、このいわゆるこう熟練のペアに対してはその守りでいっては当然こう技術的にはこうしんどいわけですよね。はい、まあ、勢いでこう勝るということも必要なのかもしれないですね。はい、さあここは4ポイント差、1-5になりました。はい、この6本をいい形で、はい、迎えたので、まあ、この中盤から後半、まあ、今の勢いのまま、はい、まあ、その無茶打ちせずに、はい、いい流れを変えたくないですね。シャンのサービス、さあ6ポイントを過ぎてこれが7ポイント目ということになりますが、 6-1 で今日本生命がリードしています。伊藤さんのお話の中にはまず最初のこう前半6ポイントという話がありました。はい、これも強くいった。まあ、1本のこうイージーミスというので本当にガラッと流れも変わってしまうので、本当にいい形で日本生命ペアが戦っていると思います。第1マッチの今第2ゲームです。 7-1、 ここは逆に日本生命リード。何か第1ゲームと打って変わったこう内容の展開になってますね。そうですね。まあ、いわゆるあまり噛み合ってないボールが合ってない、はいはい、うん、ここはポン。さあ8対2になります。6ポイント差。さあ逆にここは日本生命の方があと2ポイントで取るということになります。9対2。入りました。10対2。ただ何か落ち着いてますよね、表情を見ると、はい、全く逆のパターンですね、はい、ですね。1ゲーム目と第1ゲームは11対2で1本ペイント。さあここは1ポイント、1本ペイントマルチ取ります。10対3、ゲームポイントは日本生命続いています。麻生のサービス、どうでしょう、持っていき方としては良かったんでしょうけれども。そうですね、ここは、はい、でも日本生命ペアとしてはすんなり決めたい、はい、日本ペイント側は
こう少しでも一本でも多く、まあ、次のゲームが6オールからなので、はい、さあここは逆にしっかりと日本生命レッドエルフ取りました。これで 1-1、 ダブルスは3ゲームなのでこれがもう最終ということに次になります。さあダブルスの場合には1ゲーム2ゲーム